どうも、はちゅうりますです。どうも、たらんちゃんです。ティガです。はい、しゃです。はい、ということで、あ、ちょっともうちょい声ずれましょうか。はい、はい、ということで今回はですね、爬虫類飼育者訪問撮影第何回目かちょっともうわからないですけども、今日ね、すごいハードスケジュールで、最初に MZ 爬虫類さん、真夜中ビアリウムさん、マリさんの撮影をした後に、最後の、アイシさんのね、あの飼育者訪問撮影していくんですけども、本当にね、あのこの方いろんな種類飼育されてて、メジャー種というよりはどちらかというとマニアックなあのマイナー種をね飼育されてて、でティガさんがすごいタランチュラに詳しいということで、タランチュラねすごいいろんな種類あの飼育されてるんで、そういうねティガさん の解説も交えて、はい、本当にねコーンスネーク、ボールパイソン、フトアゴとかそういうレオパとかメジャー種以外の魅力もね今回の動画で伝わればなと思います。なので最後にご視聴いただけると嬉しいんで、よかったらお願いします。ということで、いや早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね、アイシさんが飼育されている子たちの紹介をしていただきたいんですけども、その前にね、まずはアイシさんがこの爬虫類とかね、あのいろんな生態を、始めるというか、まあ、飼育し始めるきっかけとかあれば何か教えていただけると助かります。はい、4年ぐらい前にツイッターで、はい、アオジタトカゲの動画を見て、すごい可愛くって、将来アオジタトカゲ買おうって思って、で、お迎えしたのが大アオジタトカゲです。あ、そうですね。迎える時って何か調べたりとかってしました？あ、結構しましたね。ネットとか、あと知人に聞いたりしたんですけど。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、では、ティガさんから何か あれば質問お願いします。飼ってる中で一番気に入ってることかって誰なんですか？全部平等に可愛いんですけど、今年の1月のシズレップでお迎えした中国シューナがすごい綺麗に今育ってて、で一番、まあ、かっこいいなって思ってますね。じゃあちょっとね、その後でその子も見せていただきたいと思います。本当にね、めちゃくちゃ飼育されてるんですよ、いろんな種類。ただちょっと僕のミスなんですけども、一眼レフとビデオカメラのどちらの方も充電器忘れてきちゃって、ビデオカメラがもうすでに充電切れてて、で一眼レフもね結構メモリがやばいんで全部の紹介はできないんですけども、全部でどれぐらい飼育されてるんですかね、種類的には。全部で種類で言うと3、40ぐらい、虫とかも含めればそんな感じになります。結構この飼育しているタイプで言うと、やっぱりこう数種類だけとか1種類だけをめちゃくちゃめでる人って女性の方が多い気がするんですけども、そこでこういういろんな種類飼い始めたって何か理由あるんですか、そこは。なんか気づいたら増えてたみたいな。この子も綺麗だなとか、はいはい、この子も飼育してみたいな、面白いなとか。私は結構そのシューダだったら、その中国シューダ、与那国シューダ、結構いるんですけど、はい、それを集めたいっていうふうに、コレクションで結構癖があるのかちょっとわかんないですけど、まあ、いろんな種類を、そうですね、集めて飼育してあげるというか、そうですね、その気に入った種がいたら、まあ、いろんなその種のいろんな子を集めて、比べて、飼育し比べてっていうのをやりたいなと思います。ありがとうございます。よくね、この手の質問というか話題で、このコレクションっていうのどうなのっていう方いると思うんですけども、実際ね、言い方が言い方なだけであって、実際ね、本当に綺麗に飼育されてるんで、そこはね別に僕はいいんじゃないかなと思います。ちゃんと愛情をね注いで飼育しているから、まあ言葉よりも内容が大事なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ね、アイシさんが飼育されている子たちの、いくつかの種類をねピックアップして、紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、この子はボルミクトプス SP グリーンカラパックスと言います。いやー、綺麗ですね。綺麗ですね。この子はどういうところに魅力を感じてお迎えしました？いや、なんか全体的に大きいところと、そうですね、そうでかいです。お尻のね、この膨らみ具合、そう、かっこいいじゃん。半端ない、やばいな、足らない。もうグリーンカラパックスって言ってるんですけど、ちょっとグリーンが、そうなんですね。この句もね、何がグリーン要素なのか全くわからないというの、まあ、そこも魅力なんですけどもね、まあ、なんか光当てるとちょっと抹茶をまぶしたような感じがうっすら見える。だからグリーンカラパックスってついちゃってるんですけど、他にもフォルミクトプスっていうこの属なんですけど、これめっちゃ、まあ、美麗な種類、まあ、多くて、それで他にもいろいろグリーンって名前ついてるやついっぱいいるんですよ。なんで、まあちょっと紛らわしい名前の付け方しちゃったりとか、
そう、そういうのあるんで、まあでもこれ初心者にも全然おすすめできる、丈夫だし、何を餌食いもめちゃくちゃ食う、もう本当に食う、もうマジで。でもうなんか成長過程でも色が全然違うんですよ。あ、そうだ、ベビーの頃は、ベビーの頃はなんかフォルミクっていう雲は大体まあ青い色からなんかどんどん色が変わってって今現在この感じの色になってるんですけど、いやーこれはちょっと綺麗ですね。綺麗ですね。すごいな、これあれやな、タランチュラだけのなんか専門動画になりそうや。いやこれは、面白いな。これなんかそんなに自分飼ってたことがないんで、うん、他のフォルミクは飼ってるんですけど、まあそう詳しく喋れないんですけど、でもこれはもう自分もいつか欲しいですね。でもそういう話聞いてると、実際そのフォルミク族、はい、フォルミクトプス、はい、集めて実際どういう違いがあるのかっていうのをどんどん調べたいっていうなってくるよね、やっぱ。なりますね、うん、もう本当にいろんなカラーバリエーションあるんですよ、赤とか、うん、紫とか、この族には、うん、バードイーターで一番綺麗なのは、俺は個人的にはこいつらの族なんじゃないかなって思ってて、うん、いやー綺麗。じゃあ次の子ですね。次、はい、これオスメスなんですけど、こいつ、この大きい方がで、こっちがオスなんですね。そうっすね、映ってないっす。あ、さっきの子が、メスで、この子がオス、オス。あ、また色味が全然違いますね。大きさも違いますし、ね、まだ最終脱皮はしてない。しかもフォルミクややこしいのが、これオスもまたでかくなると、うん、あのオスでも飼ってしばらくしてもなんかメスっぽい雰囲気。あ、じゃああれなんですね、この色味違うっていうのはたまたまというか、色味違うじゃ多分判別できないですよこれ。あの本当にもう友達とかも飼っててめちゃくちゃでかくてメスだと思ったら実はオスだったとかあるんで、なんかそれじゃ全然判断できないです。もうでも別にメスオスでも色同じだし、はい。ということで実際見比べてみるとこれぐらい違うんですけども、こっちがメスでこっちがオス、はい。でこの色味の違いでそういう雌雄判別っていうのはできないらしい。まあできなくもない、ぶっちゃけ最終脱皮すると本当に色変わったりとかするし、はい、ただ俺はグリーンカラーパックスがちゃんとのオスをの最終脱皮まだ見たことがなくてっていうのもあるんでちょっと自信ないんですけど、ただもうオスもめちゃくちゃでかくなるんですよ、うん、だから成長過程であれなんかこれメスっぽいなって思ってたやつが実はオスだったっていうことはよくあることなんで、うん、こちらはアンティルピンクトゥーです。前までアビキュラリアっていう属で、アビキュラリアのもうアビキュラリアといったらこいつだよねっていう感じだったんですけど、まあちょっとカリベナっていう属に移転しましたね、こいつは。でもうまあぶっちゃけあのこれもう皆さん見ての通りやばいっす、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗本当に。ピンクトゥーってみんな綺麗っすよね本当に。しかもこれ何がやばいって、もうちょっと あのね、もう成長過程で色全然違ってくるんですよこれ。今これあの青色なんですけど、まあどんどん赤とか緑とかになってって、もう最高に綺麗な雲ですね。初心者の方もやっぱこれ惹かれて結構買うんですけど、群れにめちゃくちゃ弱くて、でピンクトゥー全般が本当に群れに弱くて、通気性確保しないともう結構夏場とかで群れて死んじゃったっていうことよく聞くんで、まあ、そこだけ注意していただければもうずっと飼い続けられる。なんか亜生帯ぐらいになるとなんか大きさが増すとどんどん丈夫になっていくイメージあるんで、とあとやっぱり通気を確保して、あの食べ残しとかカスはガスが発生するのでそういうのを取り除いて、まあ、清潔に保っていればもう普通に飼育できると、まあ、あとちょっとあの彼らがあのツリースパイダーなんで、なんか蓋の裏とかにあの巣作っちゃって間違って潰しちゃったっていう人もいるんで、まあ、そういうところもちゃんと観察して気をつけていただければなと思います。っていうかもう本当にやばい、マジ綺麗。こちらはカーリーヘアタランチュラです。モフモフなんですよ、毛がくるくるしてて可愛いですね本当に。私が初めてお迎えしたタランチュラで一目惚れして、あこの子がいいって思って買った子ですね。でもこの子あんまカーリーしなくない？あの、まあ、その件ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、うん、なんか一説によると結構血が濃くなると巻かないみたいな。そうなんや。 それでなんかうちのはあのワイルドの F1 の子自分飼ってるんですけどめっちゃ巻いてるんですよ。そういうのでなんか類外的にちょっと固定されちゃって、でなんか巻かないみたいな。じゃあ逆にここから
あの薄くしていくと巻き始めたりとかってするの？ああ、多分なんか自分のだからそのワイルドの F1 は本当に巻きくるくるなんで、多分そういうことなんじゃないかなと。まあちょっとそこのとこ詳しい方いたらあのコメントください。まさかのティカさんがいやちょっとわからないことはまあわからない。うん。でも可愛いよね本当に。いや本当に可愛い、うん。この長さがいい。ただこの属の雲は人によってはめちゃくちゃ痒いんで、あのマジでそこは気をつけてください。あ、実際飼育してて痒かったりする？この子じゃないんですけど、ブラキペルマ。うん、ブラキペルマ。ブラキペルマのスミシはめちゃくちゃ痒くなりましたね。メキシカンレッドにですね、はいはい。大きさがね、この子も結構大きいですよね。携帯と比べる。なんか割とカリヘアって女の子が飼育してるイメージがありますね。そうね。まあ確かになんかぬいぐるみっぽさがある。そう。うん。これ可愛いわ。動いてるとなおさら可愛いな、本当に。遅い、呪い。うん。でも餌食うときね、結構ガッツリ、そう、ガッツリいくのがまたギャップがあって、本当に可愛いだし。で、しかも丈夫、飼いやすい。本当初心者におすすめしたいです。はい、こちらがメキシカンレッドになります。綺麗ですね。綺麗ですね。かゆいけどね。今はそこまで可愛くない。そうや、毛を飛ばすんですよね、この子たちって。その時がめちゃくちゃ痒くなりますね。結構おとなしいイメージあったんやけど、その飛ばす？めちゃくちゃ飛ばしますよ。そうなんや。餌やってる時とかになんかびっくりした時とかめっちゃ痒いちゃう。霧吹きした時でも飛ばしてくるから。なんかもう飼育したことないけど、あのほんまに初心者向けのタランチュラと思ってたから、その飼育しやすさっていう面で、飼育しやすさで言うとなんか本当に丈夫なんですよ。うん、丈夫だけどそういう一面も持ってるよっていうところをちょっと今日は知ってもらいたいかなと。あ、なるほど。あの僕は飼いたくないです。あの好きなんですけど、ちょっと自分アレルギー体質なんで、ちょっと辛いよね、好きなもののアレルギーって。もうちょっと痒くなっちゃうんで結構。でこの子がメキシカンレッドに。メキシカンレッドに。この赤プリコとはまた違いっていうのがどういうところで出てくるのが、なんか赤みが違うっていうのをなんか自分を教えてもらったことあるんですけど、なんか僕がその実際ショップの手伝いで行った時に、うん、でもなんかあのマニアの人から、そのマニアっぽい人から聞いた話だと、はい、節の赤くなるこれ段階が違うみたいな。赤プルコはこの子で言うとここら辺は赤いけど、うん、ここ薄くなってるやん。でその赤プルコはもう全部赤いみたいな、みたいなことを聞いて、で実際そのお手伝いしていたショップの時におってメキシカンレッドと赤プルコが、で実際見てみるともう若干、ほんまに若干やねんけど、うん、赤いんかなみたいな。いや、ぶっちゃけ自分メキシカンレッドニーと赤プルコレッドニーが同じ名前で、例えばどっちもメキシカンレッドニーで売ってたらマジで分かんないと思います。俺本当にそこが見分けつかなくて。まあ詳しい方がいたら ね、ぜひとも教えてほしいです。こちらが与那国集団です。めちゃくちゃ綺麗です。私が集団の中で一番綺麗な、すごいかっこいいなって思う種類のヘビですね。集団自体はもうみんな目つき悪いんですけど、こいつは、まあ、今は幼体なんですけど、大人になるともっとさらに鱗が出てきてかっこよくなります。目つきがね、映らないんですけど、シマヘビみたいな目つきなんですか？まあそうです、青大将とか、まあその辺ですかね、目つき。こちらが大陸集団というヘビですね。中国集団と大陸集団っていうふうに呼び方があるんですけど、私中国集団も大陸集団も飼っていて、まあどっちも同じみたいな感じで言う人は言うんですけど、まあ、実際ちょっと私も理解してないんですけど、ね、申し訳ないんですけど、一眼レフはね、本当にピントがこの子合わせると音が入っちゃって、どうしてもね、ピント合わせれないんですよ。だからちょっと今回だけは見逃してください。申し訳ございません。ビデオカメラがもう使い物にならないんで。でもアタックしてきますね。いや、でも今日はまだ優しい方です。一回もぐもぐされたことあって、この子に。威嚇すると尻尾をパタパタさせて、臭い液を出してきます。こちらが、おぉ すごい元気ですね。今威嚇してるんですけど、こちらが、中国集団のヘテロアルビノの中国集団になります。こっちが、メスですね。ちょっと今すごい、まあ、アタックしてきます。超怖いですね。超怖いって言ってる割にはって感じですけどね。手慣れたような。まだちっちゃいからアタックされてもそこまで、まあ、ちょっと血が出るぐらいなんですけど、お
すごいこの子もいい蛇ですね。綺麗だ。そう、すごい綺麗なんですよ。いいですね。そう、なかなかね、シュウダ飼育してはる方周りにいないんで。あ、そうですか。こうやってね、やっぱシュウって言うと飼育してる方のこういう熱意というか説明を聞いてると、あ、確かにめちゃくちゃ美しい蛇だなっていう再確認できるというか。そうですね。やっぱイベントとか行くときって実際なんか自分が迎えたいものって大体決まってたりとかもするじゃないですか。そうですね、系統的には。で、僕はあんま波蛇っていうの迎えないんで、そういった意味では、あ、波蛇いいじゃんっていう。すごい目つきも悪いです。かっこいいね。でもこの子まだ可愛い方ですかね。そう、まあそうですね。まあ顔は可愛くても気性は荒いって、まあ、全然可愛いんですけどね。はい、こっちがメスです。メス覚えといてね。こちらが、オスですね。ほう、ちょっと色味が、そう、まあ別系統なんで、多分別系統だと思うんですけど、ちょっとオレンジっぽいんですね、こっちが。あ、ちょっと臭いですね。臭いですね。臭い。やっぱシューダなんでね、こういう匂い出すんですけど。そう、なんかでも匂ったことないんですよ、僕。あ、そうですか、はい、今臭いですよ。ちょっと匂いたいです。やだ、やだなぁ、やだなぁ。あ、でも結構好きかも。ほんと？うん、結構好き。言われてるのが、草を買った時の匂いをすごい濃くした匂いっていう。え、俺全然好きやで、この匂い。でも、私が思うのは雑巾、生乾きの雑巾の匂い。あー、うん、ね、あ、どうもう一回匂いたい。手がある。あー、なんかわかるかも。あの、台所台所匂いする。まあ、臭いけど、まあシュウダっていうぐらいだから、まあ臭いのは当たり前なんですけど。え、でもこれで臭いって言うの？なんかあんま、まあ、台所、他のヘビにはない匂いですよね。まあ、そうやね。この子がオスです。ちょっとオレンジが強い個体ですね。綺麗。そう、すごい綺麗なんですよ。綺麗だ。すごいな。こうなんか入り乱れてるように見えて規則的な模様。そうなんですよ、綺麗ですよね。しかもこの最初の上部分はこういう風に模様ついてるんですけど、後半になるにつれて、そうですね、縦線というか、そうです、ね、ストライプっぽくなってて面白い。え、これは成長することによってだんだん模様が消失していくとかあるんですか？将来的に、これは中国シュウダのヘテロアルビノなんで、はい、まあ、中国シュウダの色味になると思うんですけど、ちょっとこの子はオレンジが強いんで将来どうなるかちょっと予想がつかないですね。お、なるほど、面白い。そうですね、これは。はい、だからちょっと、かわいい。これから育てていきたいと思います。はい、はい、こちらが、先ほども言ったと思うんですけど、シズレプでお迎えした。いや、これめっちゃかっけえや。すごいいかつい顔ですね。最初は手に収まるぐらい、まあ今も手に収まるっちゃ収まると思うんですけど、最初まあもうちょっとちっちゃくって、で1年は経ってないんですけど、まあそんぐらいで割とでっかくなった子ですね。かっこいい。コブラモドキだっけな、なんか水コブラモドキかな。めっちゃ似てる感じする、顔つきが。あ、顔つきは、え、どうだろう、似てるんかな。記憶違いかもしれんけど、水コブラモドキ。まあ、詳しい方いたらコメント欄の方で今調べてみてみよう。水コブラモドキどうだったかな。いや、マジでいかつ い, っこ い, いっしょ。やべえ、いかつ。この子は、あ、続けていいですか。あ、全然大丈夫ですよ。この子はですね、シズレプでお迎えして、最初は頭の部分だけ黄色かったんですね。黄色を発色してて全然ちゃうわ。全然ちゃうちょっとね、あの皆さん仕切りになるかね、調べてみてください。全然ちゃう。あ、でも幼体の頃はちょっと似てる。あ、若干若干若干。どう、筋色っぽくないですか。あー、色じゃね。なんか目の、いや、まあ下手なこと言えないから、ちょっとここカットでお願いします。あ、皆さん聞かなかったから。ちょっと待って。いや、湘南のヤンキーみたいな顔つきだな、これ。そう、え、なんかそんなん聞くと、急に価値が下がった感じするから。やめてやめてやめて。ヤンキーに比べたら。あの、ごめんなさい。グダグダ。待って。何の話したっけ。最初から行こう。いや、ダメだよ、そんな。ねえ。
こちらが、中国シューナで、最初は頭の部分だけ黄色かったんですけど、まあ、徐々にだんだん黄色みが強くなっていって、でシューナってさっきも見てもらった通りちょっと結構粗いイメージだと思うんですけど、あ、この子黄色入ってる、かっこいい、あ、ごめん、遮ってる中国シューナ結構黄色みが強い、黄色い子が子ですね。俺この子めっちゃ描いたい。いいですよ、中国シューズすっごいいいですよ。俺山かがしめっちゃ好きで、あー、わかる、こういう黄色入ってる子と、あ、この顔の具合、そう、一番好きよ。すっごいかっこいいんですよ、この子が。あー、たまんねえな、おい、そう、いいんですよ、この子が。で、最初は全然粗いイメージじゃなかったんですね、この子。まあ今もそんなに荒くないんですけど、もうツンツンツンってやったらなんかペロペロみたいな、あ、そうなん、そう、すごいいい子だったんですけど、最近、まあ9月ぐらいに初めて噛まれまして、でもそこで、あ、この子も噛むんだなって、ヘビは噛まない、この子は絶対噛まないって思ってても、噛む子は噛むから、それは再認識されました、させられました。結構あるよね、俺もオレオに初めて噛まれた作りだったもん、もうめちゃくちゃベタなりやと思ってて、こう肩に登ってきたから一緒にインカメで撮ろうと思ったらほっぺたガブっていかれて、調子にかけた、そう、絶対痛い、めっちゃ痛い。爬虫類は、爬虫類に限らず、まあ、動物っていうのはやっぱ心通じ合わないから、そこら辺はね、ちゃんと認識しとかないといけないと思いますね、にしてもかっけえな、まあ、まだまだこれからでっかくなるんで、はぁ、楽しいですね。え、イベントおったら絶対迎えよう、いますよ、結構。あ、ほんまですか、はい、今度また指南してください。はい、こちらが、緑卵ヘビ、ガンス卵ヘビとも呼びますね。これ若干ちょっと黄緑がかってるからっていうので緑ヘビって言うんですか、うん、多分そうなんだと思うんですけど、まあ、緑っちゃ緑なのかな。このヘビちょっと面白い特性がありまして、はあ、歯がないんですね、まず、まあ、卵ヘビって名前ついてるから、まあ、卵だけを食べるんですけど、1ヶ月半ぐらいに2個ぐらいの卵、うずらの卵を食べますね。で、威嚇するときなんですけど、鱗をこすり合わせて、音を出して威嚇するんですね。シューっていう音を出して威嚇します。時々噛みついてくるときもありますね。まあ、触っていただくと、まあ、ザラザラしている感じです。普通の鱗とは全然違って、まあ、ガサガサしているというか、そんな感じですね。顔も可愛い顔してるんで、それ目がすごいキュルーンとしてて、あ、すごい、めっちゃ可愛い今、まあ、卵でも飼える、うずらの卵で飼えるんで、まあ、変態ヘビかもしれないけど比較的飼いやすい方だと思う。飼いやすいですね、うん、だからネズミ、冷凍のネズミがダメだとかっていう人がいても、まあ、卵ヘビ、卵を食べるならっていう人が多いんじゃないでしょうか。人気が出てきてるらしいですよ。まあ、確かに顔すごい可愛い、女性が好みそうなキュルッとした顔に、顔も小さいんでね、うん、そこまでヘビのいかつさというものがなく、そうです、はい。こちらがレッドテグーのあずきもちくんです。レッドテグーってネット上にまあ書いてあったんですけど、140センチ、最大全長が140センチになると聞いて、ちょっと大きいケージを頼みたいなって思って、特注ケージ優勝さんのとこで頼ませていただきました。1800のガイドが1800のケージを頼みました。でかいでしょでかいですね。で、これが間仕切りになっていて、ちょっとテグーの全長に合わせてだんだん広くしていくという形、今120センチぐらいで仕切ってるんですけど、もうちょっと大きくなってきたら、まあ、その間仕切りを取って、まあ、やっていきたいと思います。こちらがオオアオジタトカゲのカナリちゃんです。この子が一番初めにお迎えした子ですか。そうですね。なんかすごい眠たそうにしてる。おやすみ。おやすみおやすみちゃう。うわ、すごいかわいい。なんか、かわいいですよね。いや、寝ちゃったよ。え、マジで。え、オオアオジタってことはこの子が一番大きい。北アオジタやったっけ。
はい、じゃあ次、北宇治田行きたいと思います。北宇治田が一番でかい。そうだね。はい、こちらが北宇治田トカゲ。ベビーからお迎えしたんですけど、8ヶ月ぐらい経って今この大きさになりましたね。顔の生体にはどれぐらいになるんですか。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないですか。わかんない。これから知っていこう。そうですね。なんか大青じたトカゲと違って、そんなに北青じたってなんか手足が短くて、あ、ずんぐりむっくりみたいな。そう。顔もなんか優しい感じ。まあうちの子は結構優しくはないんですけど、この子結構クオリティ高くてバンドも綺麗になってて。美しい子をお迎えしましたね。実はね、アイシェさん、子猫ちゃんも飼育されてるんですね。はい。でよくね、爬虫類飼育者はなんか子猫とか飼えないんですかとか言う方いるんですけど、まあ、実際こうやってちゃんとね、ケージで管理して話しておけば、まあ、大丈夫、まあ、どっか行っちゃいましたねみたいですね。だから実際こう問題ないですね。メンテの時だけちょっとちょっかいかけてくるぐらいですかね。かわいい、かわいらしい。はい、こちらがクロス三角ヘビです。形状がね、三角形になってるんですね。見えるかな。すごい。この背骨をね、頂点として、お腹が底辺で三角に見えるんですよ。ドラゴンスネークっぽさがあるんですよ。確かに。で、肌触りもまあシューラっぽくって、背中の方はザラザラしてるんですけど、お腹の方はツルツルしてて、そう、魅力的なヘビだと思います。超かっこいいよね。そう。で、ちょっとこの子の特徴がですね、この子だけの特徴が、鼻のとこに穴が開いてるんですね。そのワイルド個体だと思うんですけど、鼻のとこにね、穴が開いてあるんです。これもよくって、この間のトーレプでお迎えしましたね。三角形でかっこいいし、ある意味個性というか、そうですね、この野生を生き抜いてきた力強さっていうのを感じますよね。ウロコもちょっとどこだったかな、ね、ところどころ乱れ傷というか、そうです、ね、治った傷っていうのがあって、ここですね。いろんな生態の紹介ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう本当に素敵な子たちでね、僕的にシューダー絶対迎えようと思いますよ。はい、いいと思います。早く引っ越さないと、はい、ということでね、はい、いつもいろんな方にもお聞きしてるんですけども、はい、僕の動画を見てはるね、視聴者の方に向けて何か伝えたいことなどあればお願いします。はい、私自身爬虫類を飼育し始めてそんなにまあ年月はかかってないと思うんですけど、いやでもその自分が、あ、かっこいい、この子だって思った答えは絶対お迎えした方がいいと思います。後から後悔する。あ、命の大切さも もちろんあると思うんですけど、私が言いたいのはこの子だって決めた子は絶対お迎えした方がいいと思います。まあ、確かにそのアイシさんが迎えてる子たちって結構マイナーな種で、一回逃すとまた手に入らなさそうな種類だと思うんですよね。はい、っていう意味でも考えると、やっぱり自分が迎えたいって思う子をね、迎えた方がいいっていうのはよくわかりますね。そうですね。ありがとうございます。じゃあ次、ティケさんですね。はい、はい、はい、ということで、もういろんな種類のタランチュラ、今飼育されてる種類の数で言えばタランチュラ何種類ぐらいですかね。多分70、80いかなくても75とか。うん、飼育歴的にはどれぐらいなんですか。飼育が自分そんなに長くなくて、はい、高校1年生の頃から今大学2年生なんですけど、そこまでで、もうそろそろ6年目ぐらいに行くかなって感じですね。そういうタランチュラの界隈というか、そういう6年飼育し続けるといろんなことを思うこともあると思うんですけども、はい、そういうタランチュラの飼育に対してというか、まあ、初心者の方、迎えようか迷っている方とか、そういうなんか思っていることとかあればね、何かあればお願いします。そうですね、思ってることはいろいろあるんですけど、今一番言いたいのはツイッターとかでよく見るあのハンドリングですね。一緒にクモと写真撮ったりとか、まあ、やめてほしいかなと。もう何でかっていうと、本当に噛まれて、まあ、事故になったりとかしたら、やっぱクモとかムカデとかサソリとかそういうマイナーなのってすぐ大ごとになって事件とか
大々的に報道されちゃったりとかして規制がかかるっていうのもあるので、そこは本当にやめていただきたいかなと思ってます。でやっぱりそういうのって生態にも良くないし、なおかつクモとかって結構人によってなんかアレルギーとかもあるんで、どういう症状が出るのかちょっとわからないっていうのもあるし、そういう危険がもう付きまとうので、まあ、毒虫はもう観賞用っていうところに留めておいてほしいなっていうのは常々思ってます。実際ね、僕もタランチュラにアレルギーないと思ってたんですけども、メキシカンレッドに移したじゃないですか。あの時の毛が舞ってたみたいで、もう今めっちゃ体中痒いんですよ。なんでね、そういうアレルギー症状とかも出たりするんで、本当にねそこら辺は理解した上で飼育に臨むというか、安易な気持ちではね飼育しないようにお願いします。はい、はい、ということで、今回の動画はね、女性爬虫類飼育者のアイスさんのお宅訪問でいろんな子たちをね紹介していただいたんですけども、まあ、本当に素敵な子たちでありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、最後になぜかティカさんが映っているって感じなんですけどもそれね、はい、それだ、ティカさんがね活動されているツイッターの方でも、はい、いろいろとタランチュラのことをつぶやいてたり、はい、アイスさんも今飼育している、今回映った子以外のね子たちも載せたりと、本当にねいいんで、皆さんよかったらね説明概要欄にツイッター貼っておくんでフォローしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、今回の動画がいいなと感じていただけた方はぜひね高評価ボタンとチャンネル登録していない方はね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しく思うんで、よかったらお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またな。